演舞開演。どうも、自分は普段ビデオカメラで動画を撮影しているんですが、持ち歩いているビデオはチェンジはありませんので、つい撮りたくてもというところもあります。そんな時はスマホで撮るのですが、スマホで撮るとラッシュがいいのですが、やっぱり音がうまく撮れないので、音の問題を解決してくれたのでちょっと出会うことができました。それがこちらのマイク、実際にこのマイクを使って使っていない動画を比較してみたいと思います。ではどうぞ。いかがだったでしょうか。もちろん人によってはあんまり変わらないじゃないかと思う人もいるでしょうし、全く違うと思った方もいるでしょう。それぐらいこのマイクの個人差は激しいとは思います。でも自分的には必ず使った方がいいと思いますね。ただ残念なのはこれスマホにしか使えないんですね。あとタブレットも使えますか。なのでカメラとかだとどうも音声が入らないんですよね。カメラ、パソコン、ゲーム機なんかに。だからそれらに対しては別のマイクを用意する必要があるので、あくまでもどこでも撮影できるお手軽マイクというようなイメージで使うのがいいと思います。でもこのサイズなら持ち運びも楽勝ですし、きっと動画の撮影には役立ってくれると思いますよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。